寺田屋事件。寺田屋事件は、江戸時代末期の山城国紀軍伏見、現在の京都市伏見区の旅館、寺田屋、で発生した事件である。以下の二つの事件が、寺田屋事件と呼ばれる。文久2年4月23日、1862年5月21日に、薩摩藩の事実上の指導者、島津久光が、薩摩藩尊皇派を排除した事件。 寺田屋騒動とも言う。反平千名を引き上落した久光は、日本中の尊皇派の希望をその身に背負っていた。しかし久光には、この当時は倒幕の意思はなく、後部合体がその路線であった。また久光は秩序を重んじる厳しい性格で、すでに、西郷隆盛、村田新八、森山新造を捕獲して、大阪から帰還させるように命じて粛清しており、 京都の死死の思惑とは全く趣をことにした考えの持ち主でった。それで4月13日に伏見に到着した久光は16日に入京し、朝廷より死死始末の命を授かる。この展開に驚愕した薩摩藩の過激派は夕刻の年から奮撃し、有馬新七、柴山愛二郎、橋口宗介らは諸藩の尊のお橋師、牧泉、 田中河内助らと共謀して、関白、九条久忠と京都諸次第、坂井忠義を襲撃してその首を持って、久光に放じることで、無理やりにでも放棄を促すということに決した。この襲撃の前に、ねじろとしていた薩摩藩の二十八番長屋から出て、伏見の船宿寺田屋に集まることを計画していたが、当時、寺田屋は薩摩藩の上宿であり、 このような防御に関しての集結場所としては、格好の場所だったようである。死死亡発の噂を聞いていた久光は、側近の大久保はじめ像、海江田武次、奈良原木材門を次々に派遣して、説得を命じ、藩主を抑えようと試みたが失敗した。二十三日、薩摩判定では、長田沙一郎が掘りし、決起を止めようとしたが止められなかったために切腹した。 これによって、計画の結行日が迫ったことを知った、財番役高崎左、太郎、藤井良節、工藤左門の二人は急ぎ京都に中心した。久光は驚き、出本藩士を判定に呼び戻して自ら直視と、今後の方針を説明して説得しようと考えたが、一方で従わぬ場合には、上位打ちもあると言い含めて、奈良原喜八郎、大山角之助、道島五郎兵。 鈴木雄右衛門、鈴木翔之助、山口金納信、江夏駐在門、森岡善助の特に堅実に優れた藩士八名を、名でしに選び、派遣することにした。奈良原、道島、江夏、森岡が本街道を、大仙、鈴木、山口が、武田街道を進んだ。後から上戸小玄介が志願して加わり、京急名となった。23日夜、 寺田屋に到着すると、奈良原木八郎ら4名は、有馬新七に面会を申し出たが、2階から橋口、伝蔵に、いないと言われて断られたので、江夏と森岡が力づくで2階に上がろうとして、押し問答た。芝山愛次郎が応対して1階で面談することになった。有馬と田中健介、橋口宗介が降りてきて、議論に加わったが、拉致が明かず。 薩摩藩士はともかく判定に同行するように求めたが、これが拒否された。そこに、大山ら4名が追いつき、寺田屋に入った。奈良原は、説得を続けたが、訓命に従わぬのかと激高する道島が、上位と叫んで、抜き打ちで田中健介の頭部を切り、こうして同志打ちの激しい切り合いが始まった。切られた田中健介は、眼球が飛び出たまま混沌。 山口も抜刀して背後から芝山愛次郎を切り捨て、これらを見た、有馬慎七は月光して道島に、橋口宗介は奈良原に切りかかった。有馬は、剣の達人であるのだが、渡り合っていて、刀が折れたので、道島に掴みかかって、組合壁に押さえつけた。近くにいた、橋口吉野城は老狽してか火星できずにいたので、有馬が、我がことさせと命じ。 橋口吉の城はその言葉に従って、有馬の背中から道島と共々貫いて、両名を絶命させた。他方、橋口宗介は奮戦していたが、奈良原に肩から胸まで切られて倒れ、最後に水を消耗して飲んだ後で息絶えた。森山新五左衛門はちょうど川屋に降りてきたところに、このような切り合いが始まり、切られて、重傷を負った。大山格之助は、梯子下で待っていて、 騒動を聞いて降りてきた弟島丸隆介を視察し、さらに降りてきた橋口伝造の足を払った。橋口伝造は立ち上がって刀を振るい、鈴木雄右衛門の耳を切り落としたが、鈴木翔之助に刺されて絶命した。そこにまた降りてきた西田直五郎を森岡が槍で突き、西田は転がり落ちたが、刀を振るって森岡と相打ちのような形で生き耐えた。二階は、 下の状況が分かっておらず、三玉三平、高橋信介は、伏見奉行の取り方が来たと誤解して、取り方だ、王先生よと叫んだことから、芝山龍五郎を先頭におのおの抜刀して一回に、降りて来ようとしたで、奈良原は刀を投げ捨てて、これに立ち塞がり、待ってくれ、訓命だ、同志打ちしたところで、仕方がないと、ともかく剣を収めて同行するように求めて、被災な話は、 直接久光公に聞いてくれと訴えた。一階の別の部屋にいた、獅子川の牧泉と、田中河内助が出てきて、これに同調して説得したので、ようやく収まった。この戦闘によって、陳武氏側では一名、道島五郎兵が死亡、一名、森岡善助が重傷、四名、奈良原喜八郎、山口金之進、鈴木雄右衛門、江夏忠左衛門が軽傷を負った。 残りの3名は無傷だった。死死では、6名、有馬慎七、芝山愛二郎、橋口宗介、西田直五郎、出島る、龍介、橋口伝三が、死亡、2名、田中健介、森山慎五財門が重傷を負ったが、この負傷者2名は、後で切腹させられた。まだ2階にいた、尊皇派の薩摩藩士の大半は投降し、三玉三平などは逃亡した。 岩本祐介、西郷慎吾、大山康介、三島屋平、木藤一介、一之介、伊住院すぐ衛門、篠原冬一郎、坂本彦え門、森兵衛、新兵、深見久造、吉原八次郎、長山屋一郎、柴山達五郎、小枝万助、柴山屋吉、林正野心、谷玄平衛門、吉田聖衛門、町田六郎座衛門、有馬九八、 岸永三之助、橋口吉野城の二十一が、規範禁止を命じられた。なお、京都判定で療養中の薩摩藩士、山本四郎、吉則もこれに加わるところであったので、規範禁止が命じられた。しかし彼はこれを良しとせず、服さなかったので切腹させられた。彼を含めて、人の殉難者が劣死とされた。残りの多半村のお橋氏たちの多くも投降し、 何人かは逃亡した。牧泉とその息子、牧菊久志郎、酒井伝次郎、鶴田東司、原道田、中垣健太郎、荒牧平太郎、吉武助左衛門、小賀官に、淵上健三は、久留米藩に引き渡され、他数名は、土佐藩等の所属する藩に引き渡された。引き取り手のない浪人は、鹿児島で引き取ると申し渡された。これは、薩摩藩では、 月勝の時と同じく日向への道中での切り捨てを暗に意味していたが、それを知らない、老人の田中河内助とその息子中様助、老い、千葉栄太郎、さらには中村和江、青木田野も、そして秋月半志だが同行を望んだ。海画九門はこの条件を受け入れ、進んで、船に乗った。4月28日、大阪より2000に分譲して出港。5月2日、 田中親子は、薩摩藩士によって斬殺されて海へ投げ捨てられた。遺体は、小戸島に漂着して、同地の農民によって埋葬された。海河、千葉、中村は7日に、日向細島沖で決闘と称して斬殺されて海へ捨てられ、遺体は、近くの金ヶ浜に漂着。同じく埋葬され、中村を除く2名は巡視者とされた。青木は、田中親子と同線で同じく切られたが、 遺体は上がらなかったのか、墓はない。この事件によって、朝廷の久光に対する辛抱は大いに高まり、久光は、後部合体政策の実現、文久の改革のため江戸へと向かった。慶応 2>, 2年1月23日、1866年3月9日、慶での薩長同盟の会談を圧戦した直後に、薩摩藩主として宿泊していた、坂本龍馬を、伏見奉行の林、 日ご守る忠方の取り方が捕爆ないしは暗殺しようとした事件。寺田や遭難とも言う。龍馬や長州の三好晋三らは深夜の二時に幕府伏見奉行の取り方三十人ほどに囲まれ、いち早く気づいたお竜は黒から裸のまま裏階段を二階へ駆け上がり投縮していた龍馬らに危機を知らせた。取り方は日守る行よりの上位であるとして迫り、 踏み込まれた、龍馬らは、武行の権限の及ばない、薩摩藩士であるとの嘘を主張したが、簡単に見破られた。龍馬は、高杉晋作からもらった拳銃で、三吉は手槍を用いて防戦して、鳥方二名を射殺、数名を殺傷させた。しかし拳銃を持つ手を鳥方が刀で払おうとして、龍馬は手の親指、左右を負傷。相談ができなくなったというので、 三吉が必死に槍で応戦する間に、お竜が、裏木戸の漬物層をどかし、辛くも裏木戸から家屋を脱出して、路地を走り、材木屋に隠れた。三吉は切腹しようとしたが龍馬に止められて、伏見薩摩藩邸に救援を求めに行くように、依頼された。薩摩藩邸にいた、留守居役、大山彦八は、藩士三名を連れて、川船を出して、救出に向か 龍馬は九死に一生を得ることができた。すぐに、京都の西郷隆盛のもとに報告が行き、吉井康介が早うまで、伏見に来て、事情を調べ、西郷は軍医を派遣して、治療に当たらせるとともに、判定で警護させた。翌日、薩摩判定は龍馬に対する伏見奉行からの引き渡し要求を受けたが、拒否した。 この事件に新選組が関わったとの説もあったが、伏見奉行が日後守るであったことから、同じ官位の京都市五職、松平日後守ると誤認されて、それにより、配下の新選組の関与が連想されたものであ、現在は間違いであるとされるが、訂正されていない古い書籍や、それを元にしたものには、新選組が登場する。三好新造日記書によると、両名は、 不見で、たびたび新選組の検問を無事通過しており、権利を受けていた様子はない。不見奉行が動いた理由は、薩摩藩士を語る不定浪人が、寺田屋にいるということだったようである。龍馬は、その後、不見の判定から京の判定へ、二本末に移ったが、また、不見の判定に戻り、大阪から船で、鹿児島に脱出した。そのしばらくの間は、 西郷隆盛の圧戦により薩摩領内に杜氏などをしながら服する。このお竜との旅行が一般的には日本初の新婚旅行とされている。ただし、日本最初の新婚旅行については、龍馬とも信仰のあった薩摩藩画廊。小松竜脇が龍馬、お竜夫妻の旅行より10年前の安政3年、1856年に先に 秀行美温泉を訪れていた妻と義父を追う形で訪問した例を最初とする見解もあり、小松が龍馬、織夫夫妻が薩摩を訪れた際に薩摩藩の船に同乗し、夫婦を現在の鹿児島市原寮にあった小松の別邸に宿泊させるなどしていることから、小松が自らの経験をもとに龍馬に勧めたのではいかとする説もある。函館戦争後に投稿した。 元京都見回り組、今井信は、行部城口書きにおいて、自らの大宮事件への関与を認めて、その襲撃動機を、坂本龍馬が、寺田や遭難事件で鳥方を殺害して逃走した、ことを挙げ、龍馬は、殺人、逃亡犯であって、これに対する公務執行であったと主張した。この供述には、異論もあったが、明治政府は、大宮事件への関与も、今井の罪の一つとして、 金庫刑の判決を出している。これが事実とすれば、つまり寺田屋遭難で、お竜は、龍馬の命を救ったが、結局は、この騒動が彼の命を奪ったことになる。現在、寺田屋を称する建物、同一敷地内には、事件当時の断根、刀傷と称するものや、お竜が入っていた風呂なるものがあり、当時そのままの建物であるかのような説明がされている。しかしながら、 現在の寺田屋の建物は明治三十八年千九百五年に陶器されており特に湯殿がある部分は明治四十一年千九百八年おりはその二年前に病没に増築陶器がなされているなどの点から専門家の間では以前から嘘ではないかという説が強かった平成二十年二千八年になって複数のメディアでこの点が取り上げられ京都市は 当時の記録等を調査し、同年9月24日に、幕末当時の建物は、と麦、伏見の戦いの陛下で消失しており、現在の京都市伏見区南浜城263番地に、ある建物は、後の時代に、当時の敷地の西隣に建てられたものであると公式に結論した。京都市歴史資料館のウェブサイトにある、石踏みデータベースでは、寺田屋は、 鳥羽伏見の戦に理災し、現在の建物は、その後再建したものである。と紹介している。大正年間に、現在の寺田屋の土地、建物は、幕末当時の主人である寺田家の所有では、なくなっており、後に経営そのものも後継ぎのなくなった寺田家から、離れている。この、寺田屋は、昭和30年代に、第14大寺。 田谷伊助を自称する人物が営業を始めたものであり、第十四大事、田谷伊助自身、寺田家とは全く関係はない。京阪電気鉄道中小島駅から徒歩5分、京都市営バス81系統、6系統、南5系統、一部、急行105系統、一部などで、京橋バス停下車徒歩1分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。